在日米軍が北朝鮮を核保有国と認定、韓国の KBS の報道によりますと、在日米軍の司令部が核保有宣言国に北朝鮮を含めたと、さらに北朝鮮は15発以上の核兵器を保有していると分析していることが明らかになりました。この北朝鮮なんですが、現在も核兵器の製造を続けていると見られており、 アメリカと北朝鮮との核兵器、大量破壊兵器放棄の協議はうまくいっていないんじゃないかと見られております。今後北朝鮮が核兵器を保有し続けることになれば直接日本に対する国民に対する脅威になってしまいますので日本政府には日本の核兵器保有も含め三度目の核攻撃を 今後日本が受けることがないようにしっかりと対策を取っていただくようお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました